モンショイサルプスボルグは、ノルウェー・エストフォール県の都市。面積406平方キロメートル、人口55,440人。サルプスボルグは、有名なバイキング時代の王オーラブ・ハーラルソンによって1016年に、創設された。不幸なことに、旧市街の大半が1702年の地滑りでクロンマ、川に飲み込まれた。市はより安全な場所へ移されて再建されたが、 1567年のスウェーデン軍侵攻で焼き払われた。人口の半分は15キロ下流にある現在のフレドリックスタへ移っていった。再び町が再興し、1839年に首都なり自治体として中根から分離した。フレドリックスタと共にサルプスボルグはノルウェー第以の都市圏を形成している。製紙産業会社ボルレガーは、 市で最も重要な産業になってきた。ノルウェー第二のビール製造会社ハンザ・ボルコ会社ボルがある。1960年代、サルプスボルグをホームタウンとするサッカークラブ、サルプスボルグ FK は有名であったが、現在はアイスホッケーチームのスパルタ・ウォリアーズがより有名である。ノース人の時代、街は城を意味するボルグと呼ばれていた。この背景には、 オーラブ・ハーラル村が建設した城塞がある。後に滝の名前サップが加わった。現在の市の紋章は1965年頃からのもので1556年から使われた古い紋章を元とする。城の上に熊が表されている。熊は13世紀初頭のいつかにサルプスボルグ博アルブ・エーリング村によってもたらされた。 彼は自身の強さを表すのに熊を象徴としていた。城はかつての町の名前の起源である要塞を象徴化したものである。ありがとうございます。